毎度ご乗車ありがとうございます。この電車は水間観音行きワンマン運行です。次は貝塚市役所前、貝塚市役所前です。出口は先頭車両一番前の右側です。後ろの車両のドアは開きませんのでご注意ください。あらかじめ小銭をご用意いただき、運賃はお降りの際、先頭車両の運賃箱に投入願います。両替は早めにお済ませください。定期券は運転手に分かりやすくお示し願います。スタバカードでご乗車のお客様は、お降りの際に一番前にある運賃箱の IC 読み取り部分にタッチしてください。
ご注意ください。電源をお切りください。それ以外の場所ではマナー
定期券は駅係員に行きます。
かりやすくお示し願います。スタバカードでご乗車のお客様は、席設置の運賃箱の IC 読み取り部分にタッチしてください。まもなく終点、伊豆間観音です。伊豆間観音駅では、ホーム側すべてのドアが開きます。ご自宅のドアからお降りください。運賃は、整理券と一緒に席設置の運賃箱でお願いいたします。定期券は駅係員に分かりやすくお示し願います。スタバカードでご乗車のお客様は、駅設置の運賃箱の IC 読み取り部分にタッチしてください。車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。本日も水間鉄道をご利用くださいまして、誠にありがとうございました。この電車は、